切れましたってツイッターに出てるもん。そんな、じゃあ何個販売してんのって。3つぐらいじゃない、多分1日1公演3つとか用意してる。うん、エリちゃん元気ですね。元気です、元気すぎる。でも今日はね、新しくあざができた。そう、めっちゃね、膝が傷だらけで、早く治れって思って、あざ以外にも早く治れ。私そんなあざできる場所ないけど、そうあざできる演技の場所はないんですけど、そうちょっとしたね出来事が起きると、ハプニングがあるとあざになる。うん、メイヤの負傷だってやば、かっこよ。タウゼント好きすぎてやばいよ、だって嬉しい。タウゼントガチ勢。もう明日も2公演。なんか今日さ、朝起きた時さ、マジで体重くてさ、でもなんか寝起きはスッキリだったんですよ。で、本当に今日やるのかみたいな、2公演やんのかいみたいな感じで、今日は朝起きたわ。どうでしょう、明日は朝ちゃんと起きるかな。明日2回見に行きます、ごめんなさい、だって。え、何のごめんなさい、逆にごめんなさい。あ、やばい、大丈夫かな、映っちゃいけないもの映ってない今。はい、2公演ちゃんと寝れてる、だって寝れてます、めっちゃ筋肉痛はない今。おメール来ただって、イエーイ。メイク変えただって。え、変えてない。でもなんか今日昨日よりも薄いと思う。なんかね、ぼーっとしてたら本番が近づいてきて、うん、ね、これね、昨日より薄いと思う。ネロタウ好きやねんだって。え、ネロタウ嬉しい。私ネロさん好きだけどさ、なんかすごいかっこいいじゃん、ネロって。なんか緊張しちゃう。タウシュの葉じゃーん、作った、見てください。作った、届いた。あ、なんかいろいろ映ってる。だからこの iPhone ケースに変える。これは違法とかじゃない勝手に作ったんじゃないの、違法とかじゃないから。そう、ガチで、ガチのやつ。そうだから、どこで作れるのだって。なんかね、ネットで見た、なんかニュースになってた。
みなとみらいの工場行ったことある？だってあるある。ひななとみなとみらいで遊んだ時にカップヌードル作りたいみたいな、途中でなんか何するみたいな、カップヌードルミュージアムあるよって言ったら、え作りたいって言うから一緒に行ったら、もうねやってなかったの、その日もう終わりだった。だからまたリベンジしたい。舞台かっこよかった、ありがとう。僕もお代理内作っていいですか？だってえ自分の名前の方が良くないですか？あれ予約必須です。だってね、予約必須だけど、なんか調べたらなんか当日券もあるみたいな出てきたから行ったんですよ。自分の名前のはいらない。だってそうなの？自分の名前のケースが良くないですか？絶対お代理のがいい。だってのはいらない。自分の名前作りたい。だってでしょ、うん、今日は夜ご飯はハンバーグでした。いいなぁ。だってエリエリオー、お宅の名前のスマホケース送ったら使ってくれますか？だって多分絶対使わないだって私はだって先ほども言った通り、自分の名前が入ってるケースがいいっていうね。そう、皆さんは自分の名前だと使わないかなって言ったけど、私は自分の名前が書いてあるのが使いたいから多分使わないかな、申し訳ないけど、うん、だから大丈夫です皆さん、うん。なんで逆に使ってたらさ、やばいでしょ、そのファンの方の名前がさ、なんか印字されてるケースとか使ってたら、えみたいな、えみたいな、ええ なんでみたいななっちゃうから、うん、そんなのに負けないよ。だってどういうこと？送ろうとしてる人がいるがちで、本当に大丈夫、本当にこれ振りとかじゃなくて本当にマジで使わないから、うん。これから芸名タウンゼント小田ちゃんで。だってあの私タウゼントなんですそうよく間違えられる、タウンゼントじゃなくてタウゼントね、皆さんタウゼントですタウゼントはドイツ語で千って意味、千
千番隊隊長だったから元。私千里、深山千里だと思ってたら千里だった。深山千里、タウゼント絶対千里の方がいいわ。でもまあそんな呼ばれ名前で呼ばれないから、あたすはタウゼント。千里はもういつも高見沢みたいだって、やば懐かしい。明日2回公演あったら明後日休み、お休みだ、お休みお休み。ライブパートも大好きでしただって。わお、ライブパートね。何の曲でしょう。何回も公演してるとやっぱ緊張しなくなるだって。うん、緊張感はあるけど緊張はないかな。うん、緊張ないっていうか緊張はしなくなるかな。うん、緊張感はあるよ。うん、セリフ飛ぶことないのだって。セリフ飛ぶことあるよ全然。うん、突然頭が真っ白になった経験ありますか。頭に真っ白になったとしたらやばいから、もう忘れてるかも。もう忘れた。627日おめでとうございます。ありがとう。ありがタウゼントってこと、タウゼウント待って、新しい間違い方、タウゼウント、あたすタウゼントです。タウゼウントじゃなくてタウゼウントでもないし、タウンゼントでもなくてタウゼントね。うん、おもてなしの言い方でタウゼントでさって、え、おもてなし、おもてなし、タウゼント全然違うよおもてなし、タウゼント、おもてなし、タウゼント、え、全然違う、全然違う。タウゼントふふ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 、タウゼントなんだろう、タウゼント、なんだろうね。トゥトゥトゥンって
コンセント、コンセント、タウゼント、ハウスダスト全然違うよ。アーモンド、タウゼント確かに、ポリデント、ポテトサラダ、え、な、なになに、もうポカリスエット、やばいやばい、大喜利になっちゃった、もう安定の大喜利。サーキット、あ、確かに、サーキット、タウゼント、うん、アンケート、タウゼント、おお、ちゃうねんぞそれタウゼントになっちゃう。マーケット、あ、確かにマーケット、タウゼント、うん、とがつけばなんとか、タウゼント、キューピット、あー、今日もね、お弁当じゃなくて差し入れがね、めっちゃ美味しいもの、なんかね、パンとかいっぱいあってね、嬉しかった。明日も差し入れ欲しい。でもさ、そういう差し入れってさ、だいたい初日と次の日と千秋楽が多いんだよね。もうさ、明日とか差し入れあんのかな。なかったらやばいよ。なかったらやばいよ。うん。な、関係者の方が見に来てくれるときに差し入れって大体もらえるじゃないですか。で、関係者の方が見に来るのって大体初日か次の日か、まじ千秋楽。うん、いや、やばい、そんな差し入れをくださいみたいなことは思ってないんですけど、あったら嬉しいなって、あったら嬉しいっていうか、まあそんなね、もうくださいとか、あったら嬉しいとか、まあそんな思ってないんですけど、そう、まあ、あったら超超やばいなっていう、うん、差し入れ何が嬉しいですか？パン、パンと、あと、なんだろう、フルーツサンド、あと何が嬉しいか、何でも嬉しい、ぶっちゃけ。なんか今日お弁当天ぷらみたいなんだったんですけど、その紅生姜の天ぷらがめっちゃ美味しかった。
きなりステーキ差し入れするだって。私ステーキ苦手だからね。それは大丈夫。今日のマジ無理良かったよ。だってありがとう。明日も頑張ります。ではね、今何時何分かちょっと分かんないんですけども、今日はじゃあこの辺で配信を終わりたいなと思います。皆さん本日も見てくれてありがとうございました。では最後におランキングを読みたいと思います。いきます。13位マコピー、12位デミタルマン、11位ヒノト、10位ソニーアットおだし、9位ごめん先生、8位ジャンアット群マニアおだし、7位ボマアット2公演お疲れ様明日また来るよ、6位マーアットおだし、5位ナオキ、4位プロスペクト、3位ひとくまさとる、2位ミヤちゃん、そして1位はカンタアットカンカン。ありがとうございます。では皆さん本日の配信も見てくれてありがとうございました。明日も舞台頑張ります。ではおやすみ。